日美女がいただく駅弁は、食欲をそそられる実に美味しそうな駅弁である。チャームポイントですか？歯並びがいいことです。昔から矯正してないのに歯並びがいいのでチャームポイントです。はいはいなんか私がすごい優柔不断なので、何食べたいとかどこ行きたいとか聞かずともどこかに連れてってくれる人がいるはい私免許持ってるし運転全然できるんですけど、運転はしたくない派なのでしてもらえるともうキュンキュンですいただきます。いただきます。じゃあ、イクラが乗った部分をいただきます。このお魚なんて言うんでしたっけ、これなんて言うんですかね、なんて言うんだろう、ハラス、はい、ハラス、ハラスもいただきたいと思います。うん、おいしい。脂身が、卵焼きもいただきます。うん、甘い系の卵焼きで美味しいです。甘い、美味しいです。イクラをたっぷり乗せていただきたいと思います。髪の毛がちょっと髪の毛が、はい、いただきます。うん、プチプチしてますイクラがプチプチして美味しいです、料理はしますね、意外と。でも簡単なのしかしないし、あと焼き魚絶対しないです。あの匂いがすごいので、はい、お家にこもっちゃうのでしないですね。男性に作って喜ばれた料理ですか？あんまし作る機会がないんですけど、男性に。なんだろう、ちょっと待ってください、喜ばれたことないかもしれない、どうしよう。あのパパも喜んでくれなくて、喜んでくれないっていうか、そんなにご飯食べない、そんなにご飯食べないんで、あんまし喜んでもらった記憶がないので、誰か喜んでください作ります自分が作る料理よりも断然このお弁当の方が美味しいですもう食べちゃいますね。うん、お漬物も美味しいなんだっけこれ、なんだっけ、しば漬け、しば漬けいただきます。美味しい、手羽漬け大好きなのでお魚とお漬物がすごく合う。あー、髪の毛が、髪の毛がこのお弁当はめちゃくちゃボリューミーで大満足です。
なんか具材が多くてご飯より具が余っていきます。贅沢。髪の毛がすごい。え、飽きません。あ、開いた。え、あ、開いた。美味しい。よし。よし。食べます。最後の一口。あ、はい、イクラがいっぱい入ってて焼き鮭も入ってて美味しかったです。ごちそうさまでした。美味しかったです。